大丈夫か？ああ、悪い夢を見た。どんなだ？長い話になる。夜明けにはまだ早い。時間はあるぞ。最初はケイアモルヘンの寝室だ。浴槽にゆったり使って、そばにはトリスか。イエネファーだ。変だろ、彼女があそこに来たことはないんだ。でも自然だった。いつもみたいに叱られてたのか。まあな。まるで現実みたいだな。きっと会えるさ。そうだな、その心配はしていない。彼女の馬の足跡を見ただろう。ずっと全速力で危険なほど飛ばしてる。荒野の真ん中や荒れ果てた戦場を何かの理由で必死で急いでるんだ。逃げてるのかもしれない。何かに巻き込まれてるに違いない。当然巻き込まれてるだろうな。昔から厄介ごとに首を突っ込むやつだった。宮廷での不義密通だの、魔術師同士の陰謀だのとな。いつかまた会えたら、少なくともしばらくの間は平穏な日々が戻ると思ってたんだが。平穏？ユネファーと？頑張れよ。夢の中でシリを探して稽古をつけてやった。懐かしいな、あのおてんば娘め。もっと身軽で強靭な子を教えたこともあるが、あの子を一番よく覚えた。それで夢の中で何かあったのか？ああ、ワイルドハントが現れてシリを襲った。俺は切り株みたいにその場を動けなかった。ただの悪い夢だ。いや、ただの夢じゃないんだ。過去にシリが夢に出てきた時、必ず現実でも危険な目に遭ってたんだ。勇気な相手でも身を守れるよう訓練を積んでいる。もうすぐ夜が明ける。出発しよう。待て、イエネファーからの手紙を見せろ。何か手がかりを見落としてるかもしれん。見落とすも何も、ウィロービーで会いたいと書かれてるだけだ。だがその村はどこかの軍隊に焼き払われた。だから彼女の足跡を追ってたな。ごちゃごちゃ言ってないで手紙を見せろ。おやおや、手紙までリラとスムリの香りがするぞ。香りなんかより文字を読むんだ。会いたい、急いで。ビジマの近くのウィロービーで。それだけだな。この追伸のあのユニコーンまだ持ってるわとは。ユニコーンの剥製だ。前に二人で、まあそういうことだ。まったく、最近の若い連中と来たら。それであとどれぐらいでイエネファーに追いつける？2、3日だな。足跡はまだ新しい。だが街道に向かっているようだ。そうなれば追うのが難しくなるぞ。待て、聞こえたか？聞こえるし、匂うぞ。グーだ。しまった。
が通った後は死体目当ての式が。数が増える前に行くか。この化け物がどれほど役立つ生き物か、力説し続けてた魔術師の話はしたかな。血液から霊薬を調合できるからか。いや、死体を食うから伝染病が流行らないそうだ。生きた人間も食うことを知らなかったのか。知った時にはうろたえていた。持論が崩壊するからな。戦局は我々側に厳しいようだな。我々側？北方諸国側だ。ラドビッド王国のことか。今やテメリアもエイダーも滅んだ。ラドビッドは勝利した暁には国境線を戻すと約束している。信じてるのか。人は何かを信じないと前に進めんもんだよ。ほら行け。出てこい。あんたらのおかげだ。馬と一緒に死んじまうところだったよ。運が良ければな。馬は即死のようだが、グリフィンは獲物をなぶり殺す。生きたまま肉を食われるんだ。ああ、お礼をしなきゃいけないよな。礼はいらん。助けたかったから助けただけだ。ウィッチャーは冷たいとか、報酬なしでは動かないとか聞いたんだがな。腐った麦わらから生まれるネズミと同じ迷信さ。足跡はどうだ。言った通りだ。街道に続いていて、そこで分からなくなってる。誰か探してるのか。だとしたらなんだ。いや、そのこの辺で宿屋といったらホワイトオーチャードにしかないんだ。旅人がよく訪れるから何かわかるかもしれない。ちなみに宿屋の主人はいとこでね。
ブラムの紹介だといえば家族同然にもてなしてくれるよ。いい考えだ。その傷も何とかしないといけないしな。かすり傷だ。まあ貯蔵庫から出したての冷たいライウイスキーがあるなら話は別だが。行こうか。いや、行くぞ。こんな人里近くにグリフィンが出るのか。変だな。ここからもう近いところに出るとは。戦争のせいかもな。死体だらけで血と焼けた肉の匂いが充満している。怪物がおかしくなっても不思議はない。人間もな。ホワイトオーチャードでは用心しよう。手がかりを見つけたらできるだけ早く出発するぞ。うちのばあちゃんが鍛冶職人の息子の話をしてたわ。その子が行方不明になったから近くで狩りをしていた。そうしたら彼が夜の時暴れ始めたから頭を叩き落とし